コールドウィンドファーム、トーメントクリークにて、ドクターでございます。はい、今日のドクターなんですけど、死のスイッチ、あ、じゃあ死人のスイッチやな。死人のスイッチ、デッドマンズスイッチをつけてきました。ので、こちら、オブセッションを釣ると発動するパークなので、オブセッションを見つけたいなと思っています。はい、最初のボーンで誰もかからなかった時の悲しみ強いよな、ドクターって。 大体この辺かなって思ってんけどね。お、ただ今回は破滅監視構成を持ってきているので、たた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 、草むらの力を過信したね。OK。 まあでも今の隠れ方は隠密型では。 OK。 んで、お、普通に電撃なしでいくぞ。ちなみにこの電撃棒さ、ちょっと長くて、だけど攻撃範囲は変わんないから、なんかね、攻撃の距離感見失うのよな、このスキン。 このスキンつけてきたもののあんまり好きじゃないっす。なんか長いねこれ。さて、で、これで監視であそこをやってるのが分かるので、あそこを手離させに行きます。はい、ゴリ押し発電絶対させないまん。これで、死のスイッチが発動して、あと残り、20秒かぐらいエンティティによって封鎖されてるので、その間横で待ってるわけにもいかないだろうので、多分離れてくれると安心して、もう一度オブセッションか。まあしゃあないな、見つかってもうたし。おい、ダッシュ系パーカーも持ってなさそうなんやね、この人。ディースはない。オッケー。封鎖と剣の待ってるぞ、横で。あれ、通っても壊してるやろ。 ダメ。もう一回ちょっと封鎖させてもらいます。はい、オッケー。で、また死人のスイッチで閉じてるので、多分2人おったけど、安心してこっちを追うと。もう1人はまだ20秒ぐらいあの横で待機してるしかないからね。2人おったらさ、なんか2人とも追い払わんと結局直されちゃったりするやん。だけど死人のスイッチが封鎖してくれる。今回いい感じに生きてるんちゃうかな。よし、まだ閉じてる。で、手前2つは監視の白いやつですね。はい。よし、これは、この距離感は、せんで、倒せない。一発殴れるね。オッケー。はい。もう一発殴らせてくれ。なんかさ、レベル3発狂状態になった生存者ってさ、あ、まだなってないか、これ。はい。なんか魔女のおばあちゃんみたいな動きするよね。チュイ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 。怪我してるからお腹押さえてる。よし、これで倒せなくて、ちょ、もう一発。はい。OK。よし、これはいったな。超えれる。超えれるか。まあでも、こっちから超えるの弱いからね、このポジションは。こう追えば、なんとか。よし、この牛ぐる？豚ぐる？なんとか、痛く倒させることもできたので、いいんじゃなかろうか。今まで3釣りやもんね、発電機1個で。いいペース。あそこまだやってんな。固執するな。いやー、でも今回死人のスイッチないからな。これもう普通に放電爆破で邪魔するぐらいしかできん。へい、手を離してくれ。2人おる。いやー、これは厳しいかな。待って、ダメ。 OK。 はい、1人大勢いた。待って、でももう1人おる。ちょっと2人とも、これでオブセが戻ってきてないか。ないか。そうか。んー、じゃあ素直に追えばよかったな。 まあこの発電機絶対直させまいになってるけど、まあ、あそこ直せなくて直せなくてだいぶ震えてるんじゃないかな、生存者側も。これ破滅ね、ちょっとプレステージ回してて、これレベル1なんか悔やまれるな。破滅レベル3やったら倍の速度で後退してたから。何してんだ。 DS かー、しゃあない。あ、ない。エア DS や。そう、こういう場合があるからね、やっぱり
ロッカー DS は結局掴んでいかなしゃあないっていうか、またあそこ戻ってる。まあ、これは治るな、しゃあない。いやでも全然だいぶ持たした、うん、死人のスイッチくんと破滅くんの相乗効果で、まあ、死人のスイッチで閉じてる間は破滅での交代ないんやけど、死人のスイッチが溶けた瞬間から交代は始まるので、まあ、一応相乗効果でここの発電機だいぶ守った。もそれでそのアドバンテージがかなりでかいんじゃないかな。今もう2釣り2人おるから、よいしょ、割といつでも3人にできますっていう状態になってる。かなり優位な状況であると思う。とりあえずこの1つって、はい、あーどうしようかな。とりあえず撃つで、次撃たないんですよ。撃たないと超えてくる。ほら、はい、 Thank you for playing Death by Daylight GG。 いやいいね。撃たないフェイント、じゃあ撃つフェイント、なんやろな。じゃあ、ね、電撃食らうと板越えられないじゃないですか。なので電撃を撃ってこないタイミングで越えたくなるというやつね。これね、なんか博多で出会ったうまいドクターに一回やられて、ああなるほどって、ちょ真似してみました。うまく決まりましたね。一人、まあまあやるか。うん、この人死人のスイッチはね、よし、最後のスイッチ押してしまいましょう。はい、オッケー。これね、オブセ移動できたらいいんやけど、まあでも天柱とかつけてまで死人のスイッチ何回も発動させんでもいいかなと、そんな気はして普通に破滅監視構成をつけてきました。一発殴れたら殴りたいけど、ちょっと遠いかな。いいか、監視だけ入れとこう。でこれでまたタッチしに戻ってきてくれたら美味しくて、あこっち来んの、え。そうですか、あ触らない、前か、はい、飛んで、よし、で最後の死人のスイッチは生きるかな。まあ序盤でだいぶ、おお、あそこ死人のスイッチで閉じる、あそこはオッケー、あやっちゃうわ。こっちやった。まあこの人見ましょう、普通に。よし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 、最後のスイッチも一応発動してくれたね。うん、あそっちか、もうこれはデッドハードありそうのすけなかった。よし、んーで、この人ショーズリーやな、シェリルのかっこいい服の人。おい、監視便利やわ。うん、これでバベチリ見えへんねんもんな。やっぱ発電機の真後ろにしっかり隠れるとバベチリって見えへんねんな。今スルーって見えてきたもん途中からね。うん、あれは古来からの発電機真後ろ隠れバベチリ回避は有効なんやな。うん、言うね、いや、おお、でハー、オッケー。これ、いや、ちょっと遠いな、いいか、うん、だいぶもう走ってると思う。生存者思ったより走るの早いねよな。で、救助行ってるっしょ、そやね。まあ、ここは堅実に監視でも入れていくか、ちょいちょいと蹴っ飛ばしてね。あ、ドクター索敵能力強いとはいえ、さらに監視も、監視とかバベチリで、そう、監視とかバベチリで離れた生存者を大体捕捉してんで、シオナー入ってから正確な位置を捕捉するみたいな、この2段構えでも超索敵型ドクターでもめっちゃ強いね。索敵パーク3つ、2つか今回ね。つん、おお、うまい。そう、あのさ、この真ん中の焚き火、生存者めっちゃ見えにくくなんだよな。ここで旋回されるとマジでわからんくなる。あ、そうや、ここ板ないやん。OK、一発。うんで、はいはい、ん、うまくいった。ちょっと
わるわガキ。これどうなんやろな、ハッ倒してさ担いで釣るのとロッカーを開くので釣るのと、若干ロッカーの方が時間がかかるから時間稼ぎになると言われているけど、どうなんやろな、なんかあれ窓のところでバンバンとかしてちょっと時間稼いだ方が結果的に時間かかるような気もすんねんけどね。まあそこで空振り誘って何回か空振りさせることができたら確かに数秒稼げるけど、まあ、ほんま最後の悪あがきやけど、よしオッケー。いやちょっと待って、これは全滅狙おう、ボーン言うたし、この辺でしょう、言うたもののほんますぐ生存者動くからな、感じ入れとくか、あれ、はい。スペースで出ててんけど、たまになんかうまく蹴れへん時あるよ、ここも蹴っとくか、堅実に監視を入れてこの辺おるかとかやってみて起こされて残念、探しに行ってきます。お、監視が反応している、オッケーオッケーオッケー、やっぱ監視入れといてよかった、ちゃんと丁寧に監視を入れることでこうやって数少ない生存者もすぐに見つけることができる、オッケー。ここも電撃でやっちゃいたいな。おお、何してんだ。それはいかん、ね、まあいいや、でこれで釣らせようっていうあれかもね、ハエゼリ放置だるいしみたいな、やられるとだるいもんね、結構ハエゼリ放置で最後の試合に引き伸ばされると、さあ別に映らない、近くにもどっかロッカー入ったな、これは、近くかな、いやこんなところには入らへんよな、まあちょっと難しいな、まあこれはハッチ戦でもう運ゲーやな。まあ負けたらしゃあない、もうありがとうございましたって言いましょう。というわけで、今回結構序盤で死人のスイッチ2連続で、あ、出られた、うまいこと発電機を1個固執してる発電機、複数に協力修理とかでも放電爆破で手を離させれば閉じれるから結構遅延できることができましたというような構成でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。